改めまして、こんばん、ベソ、騎士団の誇り高き団長、A の縮水院綾小路セロニア師匠です。ね。えー、まあ今、聞いていただきました、ワンナイトカーニバルですがね、えー、今回2013というタイトルがついてますけれども、あのー、これはね、えっとー、 実はあの、ワンナイトカーニバルっていうのは、インディーズ時代から数えましてね、えー、2001年にインディーズ版が1枚、えその後、で、メジャーデビューして2002年に1枚、そして今回2013年に3度目のリリースということなんですね。えー、もう聞こえてきますね。擦りすぎじゃねというね、<laughs> 声がね、聞こえてきますね、随分。でもね、あのね、考えてもね、見たんですけどね、いろいろ考えたんですけど、今回ね、あの、でもね、擦るって気持ちが良くなら、 気持ちが良くなるなら、擦ろうと。うん。だって気持ちいいんだもんだからこう。ね、もう擦ろう擦ろうと。もう猿のように擦ろうと。ね、何も出なくなるまで擦り続けようと決めましたんで、えー、今年から毎年リリースの可能性もありますね。はい。本当に。なんか。で、それで飽きたら第2章とかね。あのー、トラブル的な方向も考えていくという感じなんですけどね。あのー、まあ、やっぱり我々騎士団にとってこのワンナイトカーニバルってのは非常にね、あの、重要な楽曲となってましてね。 なので、まあ、あのー、皆さんからすると、じゃあ、2013何変わったのと、言うとですね、えー、ほぼ何も変わってません。すごいでしょ あのね、思ったんですよ。俺たち、ね、デビュー前のね、俺もうしょうもない俺たちが作った曲なんですけど、岸士の手は初めての歌物だったんですね。僕たちずっとインストゥルメンタルのバンドで、ね、歌のないバンドだったんです。演奏だけの。それが初めて歌物を作ったと。いうことでね、あの、結構メンバーからも不評だったんですけど、それでも無理やり作った曲なんですけど、ね、意外に完成されてる曲でね、いじりようがないと。いうことで、今回変わったのはね、ええー、あの、ずっとね、こう、 メジ、まあ、インディーズ版の時はもう本当にメンバーだけ。え、で、メジャー版になった時には、あの、当時のね、プロデューサーのユニコーンの安倍義春さんのですよ、キーボードが入ってやったりとかね、するわけですよね。そして今回はですね、あの、完全にあの、キーボードでやっていた部分を、えー、しっかりとあの、本物の弦にね、えー、キンバラストリングスというですよ、もう素晴らしい、あの、えー、ね、カルテットで来ていただいてですね、あの、弾いていただいたわけですよね、バイオリンをですよ。まあ、それで、あの、ゴージャスに音はなってると。あと演奏が変わりま ましたねあとはね歌がね変わりましたね,ね,ね,したねそうあのね俺はねあのー、あのー、クラリネットシンガーと言われててねあのー、これまでねあのドとレとミとファとソとラとシの音が出ないボーカリストだったん <laughs> <laughs> だけどねあれから十数年そこそこねあのー、ドとレとミぐらいしかねあのー、壊れてるとかなくなったんだよね ドレミアは全然出ないんだけど、残りが出るようになったというね。どうだいねそんなようなね、<laughs> 非常にグレードアップしたですよ。あの、ワンナイトカーニバルが、え、<laughs> リリースされるということでございます。そしてね、この同じ日、ね、ワンナイトカーニバル2013と同じ発売日9月11日にはですね、騎士団のニューアルバム、騎士団入門、こちらもリリースされます。ね。え、このアルバムは騎士団のギグにおける名曲たちを新たに録音したセルフカバーベストセレクト集という風になってる。まあまあ、ベスト的な アルバムという感じですかね。うん。あのー、まあ、結成16年にして騎士団入門とはどういうことだと思うと思うんですけどね。まあ、今回のこのオールナイトニッポンゴールドのテーマともなってますけど、え騎、ー、士団結構いろいろ頑張ってきたけど、意外とみんなよく知らなくねというね、テーマなんですよ。うん。あのー、意外と知らないんですよね。世の中の人は。 うん。時々それに絶望する瞬間もあるんだけど、でもね、諦めずにもう一回、俺は、一からね、うん、草の根運動を続けてみようじゃないかと、いうふうに思いましてですね。まあ、俺たちも十何年やってるわけですから、えー、アルバムもいっぱい出てて、どれ買っていいかわかんないでしょ、みんな。ね。なので、あの、わかりやすいやつ作っといた。本当に。ヘンテコなベースト集めるとね、俺たち、あの、時期時期によって全然音も違うけや声も違うわ、みたいなって聞きづらいんで、なので、あの、今、 最新型の騎士団のね、ベスト的なアルバムを作ってみましたよ。ね。あのギグでもすごくあの、あのーあのー、重要視されてる曲をね、集めましたので、非常に聞きやすいということです。中にはね、いろんなね、あのー、騎士団の豆知識とか、ね、あのー、まあ、どういうバンドだったのかっていう、あの、ライナーノーツとか、えー、メンバーのこともなんとなく、えー、簡単に書いてあります。うん。 あの、頑張ってないです。もう、すごく簡単に書いてある。なんとなくこれ見てれば、寝る前とかに見てれば、なんとなく岸さんのことを知れると。興味が湧いたら、その後また、あのー、新しい他のアルバムとか買ってみて、っていうような内容ですね。えー、あの、ジャケットもね、キティちゃんなんですよ。非常に買いやすい。ね。なんか俺たちのアーシャとかだと買いづらいでしょ。買いずれブラザーズでしょ。 だから、あのー、買いやすいようにね、してありますよ。本当に。なんとなくさ、あのー、その店員さんとかにも言い訳できる感じうん。あ、違うんですよ。私、あの、騎士団とかじゃなくて、キティラーなんです、と。いうことで大丈夫しね。あの、急遽車に友達乗せるようになった時に、CD そこら辺に無造作に置いてあって、騎士団のなんかよろしくなんて書いてるのあったら、ちょっと、 恥ずかしいでしょね。だからあの、キティちゃんだとね、可愛い,いで済住むんでね、そういう風になってますしね。あのー、非常にね、あのー、本当に聞きやすい、お求めやすいと。しかもね、DVD 特典としてですね、騎士ダンサーサイズってのも入ってます。もう完全にね、あの、TRF さんのね、あの、方向性を模倣して <laughs>、うん。ただね、ちょっと違うのはね、 あの、あの、一週間でね、3キロとか、一ヶ月で5キロとかね、そういうことじゃない。もうね、5曲踊ったらね、50キロから70キロのダイエットが可能ですよ。本当に。あの、腹筋6つに割って、シックスパックなんて言うけどね、うん、うん、シックスイパックね、君の腹筋を60に割る。マジで。うん、それぐらいすごいことになってるし、本当にね、大変な、あの、ダンサーサイズ、えー、映像も入ってますね。楽しみにしていてくださいね、と。